世界タッグも制しました。シングルの王者2人がタッグの王者に君臨、全てのベルトを独占。全日マットの勢力分布図は完全に三沢アンタッチャブル。バーニングが燃え上がろうとも、ノフィアが雄たけびを上げようとも、王者の強さを見せつける時代は渡さない。今三沢小川リングイン。試合前に東海ラジオ放送株式会社杉山達也常務取締役より選手権試合宣言でございます。認定賞、三沢小川組対小橋秋山組、この一戦が世界タッグ選手権試合であることが宣言されております。60分の一本勝負、こちら王者組三沢、そして小川、その手にはインタータック PWF タック。さあそのベルトが今一旦本部席に返還されます。試合後このベルトを巻いているのは王者組か挑戦者バーニングか。本日のメインイベント、世界タッグ選手権試合60分一本勝負を行います。挑戦者チーム250ポンド秋山純、バーニング解散をかける秋山純、270ポンド小橋健太、時代を取りに行く小橋健太。中コーナー世界タッグ選手権チャンピオンチーム220ポンド小川よしなり、王者のプライドをかける小川よしなり、255ポンド三沢光春、時代は渡さない三沢光春、和田恭平、王者のプライドをかけたアンタッチャブル、タッグ解散をかけたバーニング、全面対決、今激突です。60分の一本勝負、負ければ解散バーニング、そしてこちら王者組三沢組、何を思うか両雄、まず小橋が下がりました、三沢が下がりました、秋山と小川で今回戦、60分一本勝負のゴングが打ち鳴らされました。三沢小川組対小橋秋山組、腕を拾った小川、後ろに回る秋山、バックの取り合い、素早い攻防、あとは振ってロープに乗った小川、ショルダータックル、動きが速い、ストッピング、まずは小川が見せました。リングインと同時に日本のベルトを高々と上げたこの小川よしなり、そしてそれを受けた秋山純です。放送の解説は桃田光雄さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。桃田さん、はい、バーニング小橋秋山がこの試合に敗れれば、はい、タッグ解消あり得ると言っていたんですが、それは要するにこの試合にかける気持ちがそんだけ強いっていうことだと思うんですよね、もう負けたくないっていう気持ちがそれだけ出てるからそこまで言い切ったんだろうと思います、はい、一方の三沢小川組としてはシングル王者がタッグのベルトを持っています、これは王者のプライド、はい、そうですね、要するにそのジュニアとそれから三冠と、はい、それから世界タッグですから、これは大きいですよね。先の 8.25 広島大会で史上初の世界タッグとアジアタッグのダブルタイトル戦制しました。一時期全日の10本のベルト全て独占していたわけですから ね、完全に現在の全日本プロレスの勢力分布図はこの三沢小川、このアンタッチャブルが中心であります。小川はいい動きを見せています。のんどり打って倒れました秋山。第19代の世界ジュニアヘビー級の王者であります小川よしなり、1年前電撃的に三沢とタッグを組みました。腕をひねります、こらえる体勢の秋山、まずキック、キックでお返し、胸を取った、さらにひねります、手首を固めた、そして小橋です、時代を取りに行く小橋健太。さあ指を差した先、それは三沢光春だ。狙いはこの三沢の首、ただ一つ、小橋が時代を取りに来た、そして時代は渡すものか、三沢光春、両雄が今激突です。
睨み合う。半時計に回る。愛知県体育館決闘寸前。組み合った逆水平胸で受けました。三沢動じません。両雄再び組んだ。逆水平連発エルボー。逆水平とエルボーの応酬。時代を取るか時代を守るか。ドロップキック飛ばしがリングの下だ。さあ三沢が取るか。トップロップ1回転リングの下に。ああ秋山ジャンピングに落ちたところに小橋が行った。小橋が行っている。場外の接着三沢に照準を合わせた。恐るべしバーニング。もう1回接着。そして秋山が狙っている。さあもう一度。ああエルボー、カウンターのエルボー。桃田さん、いや飛ばしてますね。このこだわりいかがですか。いややっぱりもう絶対三沢選手をどんどん攻めに行って、要するに勝負を自分たちの方に引きずり込むというかね、あの勝ちを引きずり込みたいっていう気持ちが強く表れてますよね。さすがバーニング解散をかけた一戦。そうですね。その心意気が伝わってきます。まず秋山が行きました。ダイビングしてのエルボー。そして帰ったところにソバット小橋合体技だ。何を持ってくる。バックドロップ。そして挟んだ。あっと三沢が返した。あっと2人を相手にエルボー。小橋にもエルボー。小川のバックドロップ。この辺りが王者の意地か。ロープに飛んだ。そしてスライディングキック。場外に蹴り落とします。狙ってますね。狙ってますね。狙ってます狙ってます狙ってます。リングの下に小橋。三沢がいった。トペエルボー。三沢光晴のトペエルボー。ベルトはそして時代は渡してなるものか。序盤から荒れた戦いになりました。この辺は本当にお互いにもう意地の見せ合いですね。そうですね。今リングの下でこの秋山と小川がやり合っています。そして今三沢のエルボーを食らいました。場内騒然としてきました。名古屋城二の丸にありますこの愛知県体育館。ベルトという城を守るか攻めるか。今度は三沢が鉄柵攻撃。さあそして今度は逆サイド。危ない危ない。鉄柵鉄柵には鉄柵を。これも勝負の鉄則ですね、あのやられたらやり返すという意味でね。全くその展開になってますね、そして今度は小橋だーっと。あなた戦いワンタイムカウンターエルボー。小橋大魔神今一瞬でしたね。本当ですね。三沢のエルボーを抑えています。この5分間本当に激しい攻防です。三沢がリングに戻します。ファーストカバーは三沢。2で返す小橋。さあここで三沢から小川にタッチ。小川が踏みつける。90キロの小川ジャンプして重力をも利用しています。ジュニアのプライド王者のプライド。このリングで展開している小川。まずパンチン攻撃。逆水平正面から受けています。かわした。張り手。そしてチョップ。こらえます小川。ああ目つぶし。あの砕け。小川の良さが出ています。これは本当に、ね、あの小川選手の上手さですよね。そうですね、その体格の差を技でカバーしています。そして三沢。三沢のエルボー序盤から飛ばしている。三沢がキック。これは珍しい展開だ。3連発で倒れました小橋。セットーンカバーします。2カウント。ここまでの5分間の攻防いかがですか。激しいですね、世界タッグ戦としてはこの出だしからこんだけ飛ばしてる両チームってのは珍しいんじゃないですかね。そうですね、タイトルにかける意気込み、そして今回それ以外のものもあるでしょうね。そうですね。開幕戦でバーニング対ノーフィア。これでバーニングが敗れましてノーフィアが挑発しました。この名古屋の戦いをアンタッチャブル戦を要求したんです。そしてこのバーニングとノーフィアが乱闘。
そこで三沢がバーニングとノーフィアーの再戦を決定しました。それからそのノーフィアーを含めたバーニング、アンタッチャブル、ノーフィアー、この3つの渦が混ざり合って、このタイトルをめぐる動き、非常に激しいものがありましたね。そうですね、非常に激しいと思います。武道館でのノーフィアーとバーニングの対決が決まったもんですからね、要するにその小林選手とすれば、あの小林チームとすれば、当然タイトルを取ってそれに挑みたいっていう気持ちは強いと思うんですよね。だけど三沢チームとすれば当然それは阻止したい、はい、要するにそのあの武道館は自分の3冠の試合1本でいきたいっていう気持ちも強いと思います、はい、あ、そしてこれは青コーナー付近ですが、ノーフィアーですね。やはりこのタイトルに関して、この両者の対戦、両チームの対戦、気になるところでしょう。当然気になると思いますね。さあ飛びついてのスリーパーです。抱え上げながらのスリーパーを食らう体勢になっている小橋。あっと三沢がカットに入りました。三沢の助太刀、膝をついている体勢の小橋です。エルボー、エルボーで打開するか。ロープに飛んだ、勢いがつく、ショルダータックル。小川が倒れました。さあそして秋山です。ロープに振る、勢い乗った、ジャンピングに顔面、そしてエプロンの三沢にも。三沢にこだわってますね、やはり。そうですね、そのタイトル戦をめぐるいろんな動き、この秋山の怒りというのも非常に伝わってくるものがありますね。そうですね、本当に激しいですね、動きが。ドロップキック、カバーします。バーニングのカバー、カウント2、そして後ろからスリーパー、全く休むことがありません。4人それぞれの動きを見ているんですが、実に激しいですね、本当に激しい動きを見せています。60分の一本勝負です。世界タッグ選手権試合、三冠チャンピオンの三沢、そしてジュニアのチャンピオン小川、三沢小川組が第39代の世界タッグ王者です。そしてこのベルトを今宵取りに来た小橋秋山、結成から1年経ったバーニング、バーニング結成の意義は新時代でした。三沢中心の全日マットに革命、しかしその革命を完全なものとするためにはタックのベルトが必要であります。三沢組を破って見事世界タッグ体感となるか、三沢組が時代を渡すことばかりそれを封じるか。三沢のエルボー、背中首元、3連発で見舞っていきました。そしてエルボー落とします。10分経過。さあ秋山に火がついた、バーニングのブルーの炎が燃え上がる。三沢のエルボー連発。三沢のエルボー、しかし秋山はこれを超えなければなりません。バーニングの解散がかかっています。かかとを落としました。さあここでカバー2、カウント2です。両チームともカバーに行くタイミング非常に早いんですが、ね、レスラーの心理としてどうなんでしょう。要するにあの相手に威圧感を与えたいという気持ちが強いと思いますよね、まあ、カバーされるというのは攻められているということですから、要するにカバーされている方はですね、そうすると精神的にどうにかしなきゃという気持ちに、要するにあの押し潰されますから、追い込むっていう感じになりますよね。そして三沢のフェイスロックです。三沢のフェイスロック、秋山の顔面に食い込んでいる。小橋のカット、さっき のかかと落としがかなりいい位置に決まってるんで、秋山選手がものすごい頭の後部気にしてますんでね、そのあたりこれからの60分の中での戦いの中でどう影響するか。さあフェイスロック、三沢直伝フェイスロック、顎の骨がきしんでいます。骨が砕けるか。さあそして頭へのキック、三沢小川いい動きですね。そうですね。さあそして小川が秋山をリングの下、放送席前、何を持ってくる。小川がゆっくりと降りてきました。赤コーナー付近、秋山をまともに鉄柵を食らったのは小川、食らったのは小川、肩を強打しました。非常に荒れた試合、攻守目まぐるしく変わりますが、この鉄則攻撃、何やらさっきめいたものを感じます。さあそしてもう一回、さ
先ほどは三沢がこの鉄則を食らいました、そして今度はこの小川です。いやここら辺もですね、要するにこんだけ世界タッグ、世界タッグって場外でですね、こんだけお互いにあのダメージを与え、与え続けるってのは珍しいですよ ね、 結構リングの中で勝負する選手たちなんですけどね、それだけこの勝負に対するこだわりが強いのかもしれませんよね。そしてリングに戻します。旗揚げ27年、全日の青いマットカウント1で返しました。ここで小橋が手を伸ばします。小橋です。新時代宣言から1年、バーニング結果を出すか。逆水平かわしている。おっとアトミックドロップ、逆水平そこでカバー、片指ツーカウント。ここも早くカバーに行きました小橋です。さあブレンバスター高々と上げます。小橋の持ち味、滞空時間の長い、頭に血が昇ります。小川ここで落とします。ぐったりした小川、さあカバーだ、カバーだ、跳ね返す小川です。さあ足を持って軽々と上げました。小橋は118キロ187センチ、小川が180センチ90キロ。さあ体格の差どうカバーするか。お、そして秋山2位のラップ、非常にきついですね。いやきついですね。そして常に三沢を警戒しています。かなりいい形で入ってますからね。これはきつい。小川、おっと腕を伸ばした、あった折れた、左の手が巻き込まれています。三沢エプロンサイド、しかしその三沢を秋山が警戒している。エルボーでカット、難を逃れました小川。相当ダメージがあったんじゃないでしょうか、ね。小林選手のパワーでもってあんだけ絞られたらかなり効いてると思いますよ。結成から1年経ちましたバーニング、革命の証ベルト、そのベルトを取りにこの名古屋に乗り込んできました。全日マットの勢力分布図、それは三沢中心、それは誰が見ても明らかであります。小林も認めていました。正直言って悔しい面もある。しかしバーニングの存在意義をこの名古屋で証明する、そう語っていたバーニング小林。15分経過したあたり、さあ丸めていった、カウント1です。かかとを持ちました。一つの奇襲技を食らっても次の技の展開を考える。そうですね、今の場合には要するに小川選手に逃げられない形を取りたかったんだろうと思いますね。なるほど。さあロープリフル、秋山振ったショルダー、これは秋山に分があった。そして90度交差して、おっと抱え上げた、抱えた抱えた、前に落とす、あそしてあチョップが待っていた、なんと小橋のチョップ、連携ブルーサンダーカバーします。三沢カット、さあ三沢カット、小橋も入った。さあ小橋と三沢、あ三沢を放り投げた、試合の権利はエクスパイラー、あったリングの外に逃れました。あ荒れている荒れている、名古屋が荒れています。さあ状況を整理しますと、今三沢も小川もリングの下です。そしてその小川を小橋が戻した、ここでカバーカバーカバー、ツーカウント。見ている我々も追いついていくのがやっとですね。腕を持ちました、ロープリフル小橋、キッチンシンク、ストマックにぐさりと刺さっています。そして戻したところにかわず落とし、もう何回かまわしたか。60分の一本勝負、ここは小川選手きついですね。そうですね、ジュニア出身の桃田さん、はい、非常にこの3人の選手に囲まれた中でのこの小川の激闘、素晴らしいと思いますけどね、本当にあの自分にとっては厳しいと思いますよ。体重差のある選手と、ね、あの戦わなきゃいけない。されています、三沢のカット。さあそして三沢ローリングスバット、喉元へのキック。常に小橋秋山ともこの三沢の動きを警戒しています。時代を取るか、フォアボールのところ目つぶし、あの開き、さあここからです。三沢のエルボー、いいタイミングでカットに入った。このあたり三沢小川のうまさですね。タッチ成立、さあ三沢が
赤コーナーのトップダイビングエルボー、秋山を落としました。攻守がガラリと入れ替わった。今度は攻めの日、まず三沢がエルボーを見せました。そこからどんな技を繰り出していくのか。ロープに振った、フライングエルボー、世界切りもみ式着地。非常に動きに差異があります。時代を取るか小橋、時代を守るか三沢、タイガードライバーだ。あっと秋山を見ていた、そばった。あっとローリン気づいにかわしたところにエルボー、タイガードライバー、秋山勝った。意地の攻防ですね。本当ですね。さあ秋山と三沢のエルボー合戦。あっと膝に照準、ランニングしてのカウンターエルボー。だけど三沢選手が相手の動きよく見えてますよね。そうですね、今の秋山の動きをよく見ていました。さあトップ、ニュートラルコーナーのトップからダイビングボディプレス、重みが加わる。おっ、2カウント、2カウントです。地鳴りが起きました。愛知県体育館、旗揚げ27周年のジャイアントシリーズ、ニュートラルコーナーに振った、戻ったところスリーパー、スリーパーに捉えている、スタンディングでのスリーパー。さあ手を伸ばす、手を伸ばす三沢、しかしあっガチが入った、ガチが入った、あっそのまま投げた、スリーパースープレックス、直角に落ちました。落ちてましたね。あの首が完全にロックした状態で落ちたんです。三沢のダメージ、いかがか、秋山が狙った、ジャンピングに、あっ崩れた崩れた、三沢が崩れている。おっとスピードに乗った。そしてあっダブルアーム、あーダブルアーム式リリティ、前頭葉から落ちた。三沢ピンチ、王者陥落した。秋山がトップからなるものか。名古屋が燃えています。つこいだ、くわえた、投げた、おっと小川の援護。20分経過、小川と秋山、小川を振った、飛びついたネックリカー、おっと小橋だ、小橋援護ラリアットかわしている、ロープに振るか、振られた小川、おっチョップかわした、ラリアットかわしている、ユニティ素早い動き、これぞジュニア、バックマッタ、おはこバックドラップホールド、小橋のカットです。そして三沢のエルボーです。動きっぱなしの20分間、60分の一本勝負、勝利の女神はどちらに微笑むか。エルボー串刺し、小川も続きます。そして旋回式遠心力、キックが待っていた、しかし三沢は落ち着いています。顎砕き、谷まさに、さあそしてアンタッチャブル、エルボーだった、いい連携が見られています。本当にここら辺のコンビネーション素晴らしいですね。谷もバッチリやってますね。流れるような技ですよね、さあ秋山が孤軍奮闘、三沢のランニングしてスピードに寄ったエルボー、串刺しバックに回った、あジャーマン投げっぱなし、そしてあバックドラップホールド、カバー、スーカウント、ジャーマンとバックドラップの共演、試合の権利は小川と秋山、負けたら解散、バーニング、バーニングピンチ、あタイガードライバー、小川のタイガードライバー、返した、解散がかかっています。今のもカウント 2.9、 小橋1年前を思い出せ、これからが始まりです、そう語った君はこの名古屋で結果を出してくれるのか。顎砕き、
さあ戦友の秋山が4文字を食らった返しました。さあ立ち上がった大津コーナー、秋山が出した。いやあの中でよく出してきましたね。かなりあの秋山選手もダメージ溜まってると思うんですけど、力を振り絞った秋山、一瞬の切り返しのエクスプロイダー、ブルーの炎が燃え上がっている。会場愛知県体育館、秋山コール、小川コール、三沢コール、そして小橋コール、小川から三沢に、秋山から小橋にエルボーです。エルボーとあのラリアットの合わせ、相打ちですね。おスミッキックかわしている、足を取った、アーチョー側頭部でしょうか、側頭部に近いと思いますね。巻きつけるようなキックでした、右の側頭部。さあ天下分け目の関ヶ原、あれから400年、天に決まったの一大決戦。さあタイガードライバー2発目カバー、左の肩を上げました。バーニングの存在の意味は、小橋、秋山の思いはこのリングで見せる、そう語っていた。そして時代の中心三沢、まだまだベルトを渡すわけにはいかない。ニュートラルコーナートップからネックブリーカーです。カバーした秋山のカット、今秋山のカットがなかったらちょっと、いや全然動いてないですもんね、小橋選手が今動きおかしかったですね。おかしかったですね。ようやく上半身を起こしました。小橋が三沢を超えるのか、三沢がそれを阻止するのか。ローリングしてのエルボーでした。さあバックから後ろからにじり寄ってきた。さあこれはタイガースープレックスだ、タイガースープレックスだ、タイガースープレックス、ホームラン返した。負けたら解散バーニング、死力を尽くす小橋、そして秋山、愛知県体育館、雄天に達しました。溶ける情熱で溶ける。あ、これはエメラルド防いだ、ボーリングしての手探りバックになった、ジャーマン高速ジャーマン、ラリアット出した、ハーフネルソン投げっぱなし、場内で秋山の小川、今最初のジャーマンもですね、2度目のあの斜めに落ちてますからね、首がもう完全にひん曲がったような状態で入ってますんで、かなり首に衝撃があると思います。相当ダメージがある。小川がリングの下です。さあ決めるか、解散がかかったバーニング、時代を取るか、合体はなあ、小橋のバックに回った、攻める方、守る方、攻守目まぐるしく変わります。しかし今の小橋の技効いてますね。効いてますね。あの三沢選手の目がもう半分うつろな感じになってますので、そうですね、はい、いつもの三沢とはちょっと表情が違います。三沢を超えるか、ローリングの手下げり、防ぐエルボー、ローリングエルボー出した、バックル回った、ジャーマンエルボーで現役、ラリアット、小橋のラリアット2カウント。さあなおも拳を握った、勝負に出るか、バーニングは解散しない、鬼の形相、小橋健太、ラガット2連発抑えた、がっちり抑えた。いやよくカットに入りましたね、今ね、小川見事でした。本当危ないところだと思います。2連発危ないところでした。さあ小川をダブル、完璧にこの小川をリングの下、さあそれを確認したバーニング、まず青い炎、そしてオレンジの炎、バーニングの炎が燃え上がる。時代を取るか、ミサを変えるか、バックからのラリアット、そして出るか、バーニングハンマーが出るか。さあついにこの技を封印を取ってきた、抱え上げた小橋が愛知県体育館で見せる技、ああバ
バーニングハンマーやったカウント3カウント3バーニングの炎が再び燃え上がったアンタッチャブル落城バーニングの新時代革命成功これだけどあの三沢選手ちょっと危険ですねついにこの技を出しましたバーニングハンマー27分25秒ついに時代が変わりました2000年を前に全日マット新たな時代に突入です第40代世界タッグ王者誕生その名はバーニング小橋秋山です東海ラジオ杯の道場でございます東海ラジオ杯の道場でございます桃田さん、はい、率直な感想をお願いしますもうこれはですね、もう本当両者の要するに両チームのね、もう精神と精神のぶつかり合いでまあたまたま今日は小橋チームが勝ちましたけど、だけどどっちがどっちとは言えないいい試合だったと思いますよこれで試合前負けたら解散と言ってたバーニングですがまた燃え上がる、そんな感じが燃え上がるっていう感じですね、それとですね、試合前にですね三沢社長の方から聞いたんですけども、はい、その勝者に、一任するっていうことなんですけどもそれは武道館の試合なんですそうなんですかじゃあ今度の武道館はですね、今小橋チームが勝ったことによって、はい世界タッグになる可能性が十分だと思いますねなるほど、今度この ベルトを巻いた小橋秋山組に一任されるというわけですね、はい、そういうことですなるほど1週間後のこの武道館三沢は3冠戦そして世界タッグ戦も非常に濃厚になってきました、それにしてもちょっと三沢選手が心配ですねついにバーニングハンマーときましたいやものすごいいい角度でね、真っ逆さまに落ちましたからね再び燃え上がりましたオレンジとブルーの炎バーニング第40代世界タッグ王者のインタビューですチャンピオンバーニング小橋秋山組です